こんにちは、正和です。インスタ 360ONE X 買ったので、試しにマビック2 Pro に載せてみました。どちらかといえば、ドローンの空撮より、ドローンを撮る方が好きです。でも、あまりおすすめはできません。落ちたら二十数万円が消えてしまいます。マビック2 Pro の性能がいいのは所有してるので、十分認識していましたが、今回、インスタ 360ONE X を買って、使ってみて、これもすごいと思いました。何も考えずに、撮影して、気に入ったアングルだけ編集できるって、ほんと卑怯ですよね。でも、編集が意外と大変かもですね。あれも、これもと迷っていたら、前に進みませんから。今回は、一応、試作と練習ということで、これからも、インスタ 360ONE X、いろいろと試してみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。